どう？はい、皆さんこんにちは。マイチャンネルののぞみです。今日はこちら、なんかすごいドドンとしたものがありますけれども、ポータブル電源オールパワーの R4000 のエビを食べていただきたいと思います。ポータブル電源は、いや、すごいですね。私が今まで、レビューしてきた中で最大容量のものになります。ちょっと大きさもすごいんだけれども、それではどうぞ。それでは基本スペックについてお話ししていきます。まずは気になる重量なんですけれども、45キロです。いや、45キロはちょっと私これ持ち上げることはできませんでした。斉藤さんでギリギリ重かったか、重かった、重たかった重かったこの件の大変だったもんね。そう、この机の上に乗せるのが本当に大変で、なので持ち運びの際はこうキャリーがついてますので、コロコロ転がすような感じになっていきます。これ後でやっていきますね。大きさなんですけれども、540、490、300なので、この幅的なものはまあスリムな感じなので、まあ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 、高さとね、横は結構ありますけれども、結構幅はスリムかなと思います。容量が3600Wh です。大容量ですね。そして Bluetooth、 そして Wi-Fi 機能が搭載されてます。後でお見せしていきますが、専用のアプリがございます。Wi-Fi や Bluetooth などでつなげてアプリで管理ができるといったシステムになります。そしてこちらパススルー GPS 機能が搭載されています。なので充電しながら電源の供給ができます。定格が 3600W、 そしてサージ最大が 6000W のポータブル電源になります。これはすごいですね。バッテリーなんですが、リン酸鉄リチウムイオンを使っていますので、安全性が高いものになります。使用のサイクルなんですが、3500回以上使ってもバッテリーが 80% の機能を保っている。毎日0から100まで使って充電して使っても10年以上使えるものになります。温度範囲なんですけれども、充電するときと保管するときの温度は0度から40度まで対応されてます。放電の温度範囲なんですけれども、マイナス20度から40度です。出力なんですけれども、同時で最大12デバイスに出力できます。これはですね、今まで見てきたポータブル電源の中で容量の割にその入力充電のスペックがすごい高くて、コンセントからですね、急速の充電があって 1500W で最大充電できます。なのでバッテリー容量は3600なので、2時間ちょっとぐらいで0からマックスまで充電できるんですね。ソーラーの入力も 2000W なので、ソーラーでもやっぱ2時間以内で充電できちゃう。そしてソーラーと AC 同時で入力が充電ができますので、最大4000まで入力できるんですって。なのでどっちも併用すれば1時間以内で0からマックスまで充電できちゃう。で、車中泊する方とか、やっぱり給電するポイントとか、ここで充電しようとかソーラーパネル使おうとかあるんですけど、まあ、そういう時にものすごく早く充電ができる代物になります。そしてですね、今までのポータブル電源になかった特徴なんですけれども、EV 充電ができます。ガソリンスタンドみたいな感じでこう給電できるような場所があるんですね。この EV で充電ができます。で、 EV の充電が最大2000だから、その EV 充電でも2時間以内ぐらいで、1時間半ぐらいで充電ができます。ただ注意事項があるんですけど、その注意事項っていうのが、
この子がタイプ2っていう EV の規格で充電ができるんですけど、基本的に日本ってタイプ2じゃないんですね。タイプ1なんですって。なのでこのままだとEV で充電することができなくて、EV で充電したいなと思った場合はタイプ1のアダプターがございますので、そちらを使っていただければ充電ができます。 RV パークって1時間いくらくらいで使えるんですかね。一応なんか調べたら、RV は分かんないけどイオンとかでも充電ができて、イオンだと1時間なんと120円でできるらしいです。なるほど。イオンなんかでも充電ができますので、お買い物、車中泊中にお買い物してる、置いてっていくとかできんのかな。置いていくのはできないだろうね。ただなんか EV 充電してるのに、例えば N 番が止まってるみたいなさ、 N 番 EV 出たのみたいな感じになるよね。あー、なるほど、うん、普通はその EV に対応してる車しか止まってないはずなのに、そこ止まらないはずなのに、確かにね、うん、乗りたいなと思ったんだけど変換アダプターがなくて、なるほど、充電ができなかったので、タイプ2からタイプ1への変換アダプターさえ持っていればEV で充電できるよっていうのが特徴ですね。だいたい1万円ぐらいだったね。1万円か、うん、でもね、N 版、まあ、私だけじゃないですけど、長期間車中泊に出る場合、私最高で3泊4日ぐらいなので、まあ、そこまで長期間っていうわけじゃないんですけど、3個か4個あの時持ってったんですけど、充電ゼロになっちゃうとやっぱただのこう幅を取るものになっちゃうから、まあ、その間でね、EV で充電できるっていうのはすごくいいですよね。なんとかして正面向けてみました。こちらが正面でございます。最大12デバイスに出力が可能なので、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。私的には今まで結構いろいろなポータブル電源使ってるんですけど、なんかこの一面にないポータブル電源がすごい私的には使いづらくってね、うん、右にあったり左にあったり、例えばこの AC だけ後ろにあったり、なんかこれだけ前にあったりみたいなのは個人的には使いづらいと思ってるタイプなので、これはすごく私はいいと思う。わかりやすいよね。今こちら電源入れてみました。こちらタッチパネルらしいですよ。これ何もまだ設定してない状態です。今これホーム画面になってます。ちょっとなんか押していきますね。設定、言語設定や作動モード、はい、で確認と、周波数を一応東日本なので 50Hz にしておきました。使用はまああってもいいか。Bluetooth オフ、音声オフ、Wi-Fi 設定、充電モード、普通充電モード。アプリとつなぐために Bluetooth を起動していきますので、オンにしました。今、専用のアプリとペアリングが完了した状態です。こちらで、アプリを使って操作できます。すごいね、遠隔操作。うん。音声入力もできるみたいよ、ほら。まあ、英語しか反応しないらしいけど。じゃあ私はダメだ。音声入力で AC オンにしたりとか USB オンにしたりとかっていうのができるみたい。ここを引っ張るとカチャカチャ。こちらすごくやっぱり重量が大きいので、重たいので取っ手の部分がついてゴロゴロできるような仕組みになってます。こちらが AC 入力に AC の充電ですね、入力になります。でこのマルポチ2つが最大6台までこの R4000 を連結して使うことができます。6台だからすごいことになっちゃうね。2万。これだいたいポータブル電源こうやってつなげるのはあるけれども、あるってことはやっぱ需要があるんだろうね。でこちらなんですけれども、先ほど冒頭でご説明していた EV 充電です。こちら規格がタイプ2なので、基本的には日本では出回ってない規格らしいので、タイプ1への変換アダプターを1万円くらいで購入するとできるよっていう。でこちらソーラーですね。あとは実際に使ってみたり動かしたりしてみます。どう、うん、コロコロするのは大丈夫。コロコロするのは大丈夫ですね。
戻ってくるじゃん。はい、それでは実際に使っていきたいと思います。ですね、こちらに電子レンジが2つございます。私が持ってるスワオキさんとか、あとは EF デルタでは使えなかったんですよね。電子レンジってこう500ワットで温める、600ワットで温めるとあるじゃないですか。なんかあれとその実際に消費しているワットっていうのは違うらしくて、よく調べてみたら500ワットで温めても消費電力っていうのは、もう横に書いてあったんですけど、こっちの消費電力が1150ワットで、白い方の消費電力が1100ワットになります。なので使えなかったんですね、今手持ちのスワキと EF デルタでは。こちらが使えるかどうかっていうののチェックをしていきたいと思います。まあでも何でも使えるかなとは思うんですけど、あとはさらにお湯を沸かせるかどうかっていうのもやっていこうと思います。はい、私のお昼ご飯を温めていこうと思います。今何ワットか見てみるね。最大で2600ぐらいいってる時もあるな。じゃあお湯も沸かしてみるね。ちょっと一瞬不安定になったね。ちょっと不安定になるね。壊れちゃうかな。2つ稼働の時っていうのは問題なく使えました。2600とか2700まで上がりましたね。そこで一応この子3600まで使えるので、電気ケトルが900ワットなので、もう最大ギリギリの900ワットプラスで900ワットで3600ワットまで使ってみました。一応使えることは使えるんだけど、ちょっと不安定な感じ。まあ3600ワットまでで、ちょうど3600ワットまで動かしたので使えなくはないけど、そのギリギリ多分900ワットよりもっといってるんだと思うんだよね。電源をオンするときとか、電源をオンしたときに急に不安定になって、その後なんかこうブーってちょっと安定して不安定になってみたいな感じだったので、電子レンジにこう稼働しながらお湯を沸かすことってあるっていう感じなので、問題なくものすごい大容量使えるっていうのは証明できました。ソーラーでも充電ができますので、災害があった時にすごくいいのかなと思いましたね。これを車中泊に女子のソロで持ってくってなると、ちょっと大変かなって思う。私はそうね、ちょっと難しいかもね、一人でこれ動かせないもん。